ひろがれご覧の皆さん、どうも渡辺裕之です。そしてまゆゆです。そしてまさきです。まだ名前がない、ユニットです。いやもう何回かね、アップされてなんかいいリアクションをいただいているみたいですよ。まるでなんかどんなリアクションありました？下手な芸人より面白かったよって言ってもらいたい。まさきちゃんどうですか？すごい、あの絵をみんなびっくりしてました。あんな絵描くんだって言われて。いや、才能がね溢れておりますので、まあまあ言うて我々ユニット名みたいなのもね何も決まってないしね。どう？上から読んでも下から読んでもそうね、そうそうね、まだお披露目していない状態でこの話広げてるけどね。かわいい。あのね、かわいい。ちょっとだけね、腹立つのがね、あ、意外といいかもなって思った自分がいるのがちょっとなんかね、ちょっとあれですけれども、こちらムーム。これはなんでまたムームは、あ、まゆゆのま、え、マジで渡辺の W、 まさきのまで MWM でムーム。さすが大卒。すごい。いや、私気がつかなかったわ。え、本当に？本当に本当に私も気づかなかった。嘘！そういうことだったんですね。こう？そうね、これも一旦貸してもらって、こうの、こう、こう番組始まるときにどうもってやって、ちょっとやってみよう、リハーサルみたいな感じ。どうも、広がれをご覧なさん、ムームでーす。せーの、ダセーダセーってなんじゃ。どうやらこの番組はあくまでまずホワイトボードで指令が来たことを俺たちだけでちょっと見た後に発表するっていうスタイルでちょっとやっていこうかだって番組スタッフ陣から来ました。ムームにやってほしいこと、やること、こちらでございます。 YouTube でバズれ、それだけ。バズるのがどれだけ大変なことか。頭の中はバグってますけど、ね、そういうの、こういうの、そういうの、そういうの。キキウインナー。いろんなブランドがありますよね。シャウエッセンとかアルトバイエルンとかポークビッツとかね、うん、ポークビッツやだーやだー。もうフランクフルトとかどうなんですか、どうなんですかって、どんな質問やねん。じゃあもうたくさんウィンナーですよ。ムームポイント、ワンムームポイント。正解をたくさん取った人がもらえる、そのムームポイントによって何かこう、あと後々ご褒美が得られるとかすると、ちょっとこのチーム内のユニット内のこうバトルみたいなところもあって。おー、なるほど。がぜんやる気な。じゃあ最初に加えるわけね。そうもう精神統一入っとるが。自信ありますか？私多分一番食べてる。え、主食。ちなみに一番最近で一番太かったシャウエッセンは何ですか？1年前。私の口入れるとき教えて。まあ食べないですよ。食べていいですか？食べます。you
まあ、ゆうゆむせるな。まあ、まあまあまあ普通に美味しいね、ウインナーでございます。うん、もうちょっと待ってください。今刻み込んでるので覚えたらお茶を飲んでください。刻み込んだのに。ハバネロはこれに入ってたのか。やば、水ハバネロ、これが当たりでした。まゆ、ゆざくりにかけてる私勝ったわなんか全部同じ味。そう、俺もちょっと汁気が多い気がします。濡れ。はい、キキウインナー3本目、それでは参りましょう。開けちゃっていいですか。早い。自信ある？あります。まさきちゃんは？私も自信あります。口に入れた感じで。毎日入れてるもんね。もう使えるもんね。ね、毎日朝食にね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。朝食に。せーの、じゃん。お。あら、眉3本目、渡辺1本目、まさきちゃん3本目。1本目は絶対違う。眉はなんで3本目だと思ったの。なんていうか、なんとなく 味だったり、サイズ感だったり、ね、サイズ。いや、もうちょっと大きい方が好きなんだけどね何も聞いてない2番は絶対違うと思って。2番は違うと思ったんですよね。はい、さあ、それでは、ムーム3社それぞれ出しました。では正解発表お願いします。こちら、わあ、正解は3番。おお、すごい。わあ、本当、俺内心はい一人勝ち抜けだと思ってたけど、リアルにびっくりした今。3番、あら、まずはじゃあ、まゆとまさきちゃんが、1ムーム1ムーム1ムームゲット。1ムームゲット。わー、はー。ちなみに 1本目は何で、2本目は何で、3本目は何だった。あ、ちょっとなんか僕わかんないですけど、メーカーも違います。すっげーざっくりとした違いの答えだったなやだ、ね、やだ。せーの、いきなりじゃん。うわ、出たー、いきなり。ペヤング焼きそば地獄から。あ、辛いでも包茎手術した時よりは痛くないので大丈夫。あのね、包茎手術あー、いろいろ使えるからな